この番組は業界歴の浅い新米ディレクターが東袋を使ってやりたい企画を演出する番組です。さらば青春の光の東袋とデビュー作。はい、始まりました。東袋とデビュー作でございます。 MC の東袋です。お願いします。前回最高でしたね。前回が皆さんにグルーヴが生まれましたもんね。やっぱその料理対決、今までなかったことに加え、バイクさんの活躍、うん、そして恋愛模様までありということで、いや完璧な回やったんじゃないですか。なんかやっぱりいつもと違う方が良かったんちゃうかなって思いますよね。でこれを続けていこうって思ったんですけれども、今回なぜかこの方来てるんですよ。いやなぜかじゃないねんけどな。まあお呼びしましょうか。なぜかじゃないで、はい、ゲストこの方です。いやそういう態度が気に食わんって言ってますね。いやでも僕はもう前回からこの形を変えていくと言ったんですけれども、はい、はいはいはいまあいいです、その、ね、心の名前はいいです、はい、変えていこうという気持ちは。前回バイクさんが来てくれた、なんかえらい盛り上がったみたいで、いや楽しくやらせていただいて、はい、まあ普段やったらその森田とバイクさんの組み合わせはよく見るけれども、僕と二人でやるというところですね。バイクさんもそう、そういうところはいかない。はい、MC をやりにくくさせる、ね、俺が多分そうやな、ね、ずっとそれはあったんやろな、はい、いらないんですよ、はい、そういうのが。でもバイクさん言ってたら、はい、どうやったんですかっつって、みんなでいる時はわちゃわちゃした袋やったけど、はい、2人で買い物行った時の袋が、相当喋ることないんやろなと思って、それは困ったよ、お互い困ったよ。いつから森田と仲良くなったんですかっていう1個目の質問ちょっとビビった。いやそこからそれでもまだ間が持たへんから、今更それ聞いてくるかっていう。で最後はもうなぜサングラスをかけたのかって聞いたからね。そこまでね、掘り葉掘りは聞かせていただきましたけれども、だから、まあ、このオンエア見てください、どういう感じになったのか、それでちょっとまあ勉強していただいて、こういうのが僕で見合ってるのか。ゲストはこう振る舞えっていうこと。ちょっとその辺のちょっとまあ勉強していただいて、ね、最初から言ってよ。じゃあそれは、いや最初からゲストやん俺。いやだから1年ぐらいそのあなただけを使ってきたから、そんなに分からなかったのよ。あそうか、申し訳ないけど他の人とのやり方がそうこんなにグルーヴが生まれるんだって。いやもう解散やんじゃん。そうじゃない、この番組においてってことやから、あそうですか、はいはい、まあ、ちょっと気を、新たにお願いしますね。料理やりますか。いや料理はいいですけども、でもまたまあいろいろ変わっていくと言ったんですけど、また今回も新米 D、この方です、お願いします。お菅原、はい、お願いします。お願いします。いつも違うね。ほんとですか。もう髪型もちょっとさっぱりして、はい、なんかあったの。特に何もなく、はい、ただに散髪しただけってことですか。あそうです、はい、でも勢いが入ってたやんか。なんかやっぱり気持ちを改めて僕も望もうかなと思って。確かに、はい、ね、なんかいつもと違う企画を持ってきてくれたってことですか、はい、はいはいはい。で僕って言ったらやっぱ大食いのイメージが多分皆さんあると思うんですけど、結局でも失敗はしましたけどね、前回、はい、見たことあります。いや、よそよそしくはせんねん。別に初めましての感じはせんねん。一発目跳ねた人ですよね。違う、はいはいはい、それは、はい、で今回はちょっと一つ思考を変えまして、はい、でワンイートの、ワンイートの大食いに、ワンイート一口で、ある言葉じゃないんや、はい、作ったやな。ワンイート、ワンイート選手権をやろうかな。ないんやろワンイートっていうのは言葉は。まあ僕が作った、僕が作ったこの漢字も見たことある。ええってあります、はい、こういう人ですよね。いやこういう人なんやけど、はい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 、いやそんな、ちゃんとそれで題してワンイート選手権でよろしいってことですか。はい大丈夫です。伝わる、伝わります。何するんですか。やっぱグルメ番組って、今なんか一口食べたらもうインサートに行っちゃったりとかするじゃないですか。あ分かる。どれだけ一口で美味しく食べられるか、豪快に食べられるかっていうのが、多分重要になってくるのかなと。一口の大きさ、はい、とか豪快さ、どれだけそのガブッと美味しそうに食べられるかっていうのが、あ使われるのはそこだけだから、美味しく一口でガブッといって伝えるかどうかってことですか、はい、そうですそうです、それを今回ちょっと、すいません、バイクさんまだおるなら変わってもらっていいんですけど、ね、ちゃんといてください。なんかもうだいぶ怖くなってきた。ちゃんといてください。え、じゃあ今回はそれで、やらせていただければなと。はい、じゃあそれの食材を持ってきてくれてるってことですね。そうです。はいはい、じゃあ分かりました、じゃあ用意の方、はい、用意スタート。始まります、はい、始まります、はい、これで久々に来ても痺れる現場やで。いやいいですよ。1品目はまずハンバーガーを。いやいや
ハンバーグ先食うたで俺。ハンバーググーじゃないですか。これガーなの。中入ってるやんハンバーグ。あ、すいません、俺が知らないくだりやめた。見てないんで。すいません、グーかガーかは。ハンバーガーを、はい、これを思いっきり一口でガブッと、うん。判定はどうするわけだ。その面積じゃないの？面積なの。面積にします。今決まったやんか。うん、ああ、ではできるだけ大きい口で一口の食べた面積が大きければ、はい、勝利。はいはい、うん、重さじゃないんや。あ、重さでいいんじゃん。測れる。もうほら、ツッツン持ってきたね。確かに、ツッツンがあれ持ってきたね、測り。あ、うん、え、これ菅原の企画やんな、これは。どれでいくん、うん、重さにします。うん、すごいね、まあ、いや相変わらずこの辺は変わらずですから、まあまあ、うん、はい、じゃあ測りで、まあ、どっちでもいいけど、ね、でもこれまあそれぞれ重さ違うでしょう、一回測ってた方がいいんじゃないの、最初のね、はい、うん、これ一気にいくの、みんな一人ずつ、一人ずついきます、一人ずつ、じゃあ最初は誰、はい、最初はじゃあ三黒さんからでもいいですか、うん、俺から、そうなんや、そうなんや、その順番なんや、森田さんから、なんかゲストが最初の方がいいんじゃないですか、どうですか、ゲスト、はい、D 袋の方がなんかいいような気はしましたけど、はい、うん、じゃあ森田さんからお願いします。285、はい、そうか、ほんで箱に置けば、はい、どんだけ減ったかが分かるってことね、はい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 、じゃあもう結構あれですか、お一口は大きい。いやいや、そう言われたことないです。そのどの彼女にも言われたことない。一口大きいねは。はい。けどなんかちっちゃい口で食べるより、うん、男の人って豪快な方が絶対いい。そう、確かに。うまそうに食うねは言われたことありますよ。はいはいはい、はいはい、うん。でもまあどちらか口も大きく開く方でしょ。でもやっぱ前歯がどれぐらい。これさ、菅原さん、はい、これぐしゃってやっていいんですか。そのもう重さって重さの戦いになったんなら。はい、はい、こうは大丈夫です。こう。はい、パクパクなる。こうはないですけど、なんでそうわかんない。こうはないけど。なんでやねん。え、どういうこと？重さで考えたら、はい、こうやったとしても食べれる面積は、変わらんから、うん、こうやらん方がいいよね。うん、だって重さやもん。うん、って思わへん、本気になってくれてるよな。嬉しいな。いやいや、それ来たからには前のめりではやらせてもらいます。なこんな恥ずかしい受けんの。ゲストで来て前のめりになったら前のめりやな。いや俺分からん、俺勝ちたいですか。勝ちたいです。お前俺バナナサンドでどんだけやってると思ってんの。勝ちたいやな。頭お尻、もうそのテンションでお願いします。バナナサンド並みに頑張ってるの。頑張って、それはほんまに。じゃあもうそこら辺はまあ、ある程度許容範囲までは、はい、うん、もう決めていただいてということでよろしいですか。そうですね、はい、なるべく減らしていただいてと。だから俺の予想やけど、はい、多分菅原の言うこれをやっちゃうと平べったくなったとこしか食べられへんから、うん、結局この状態で食った方がいいんじゃないか、うんうんうん、まあ確かにな、っていうのはその方が量食えるかもしれない、うん、行くか。じゃあ、ちなみに普段ハンバーガー食べられます？はい、気になる。いや、そうやね、ほんまに気になるか、それ、ね、どう食べてるのかもいるし な、うん、食べ慣れてるのか食べ慣れてないのかもちょっと。いや、いいわ、今のは D として。食べ慣れてない、うん、食べ慣れてないやつなんかおるん、ハンバーガー。そのあ、でもあの確かに今この刺すタイプのあのもうすっごいアメリカンな感じな、あれは食べ慣れてないな、うん、あ、そうや、そういう意味じゃ、うん、はい、じゃあ一口、うんうん、いきましょうか。これなんか危な、掛け声みたいなあるんですか、これは。はい、じゃあ、うん、いきますよ、うん、よーい、ワンイート。それが公式の、そっちでなんとかせえよ、公式の掛け声ですから、はい、いきますよ、はい、はい、多分俺は下から行った方がいいと思うね。確かに下をちょっと多めにいきます。あー、やっぱ歯が邪魔やな。いや、ちょっと待てや、これどうや、そっから上いけるか。うわー、いってるいってるいってる。おー、思ってるより開いた。いや、すごい。さあ、これで噛み切れるか。どうだ、おー、食った。はいはい、一口ではいきました。おお、半分以上は減ってるね。さあ、これは思ってる以上にいったんちゃうか。手が285g ですね、はい、うんうんうん、はい、今ゼロですね、うん、さあ、これが何グラム減ってるのか、うん、お願いします。231ということは、うん、54g 食べたと、うん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 、おー、まあまあまあ、これはどうやろう、うんうんうん、これは意外にいったんだ。なったかお前、なったかと思った。確かにな、危なかったよ。
うん、その食い方するとは思わなかったわ、うん、なんかもうこのまま真っ直ぐ行くなと思って下から持ってってるわけだもんね、うん、だから、うん、いや重くなかった、いやすごいすごいすごい、タイムボカンシリーズみたいになってるのイルのやつね、うわーだじゃん、はい、どうなんやろな、でもこの計算でいくとあと5口ぐらいで食えると思ったらだいぶ早いよね、一口大きいよね、うん、何喋ってんの、なんかどれが食べやすいかなと思ってせこせこ、いやいや、そんなに別にいやいや、全部そんなもん、マクド舐めんなよ全部ちゃんと基準通り作ってるやろ、基準通り作ってるから、うわ正確やな、すごい284g、 え俺のが何倍、285ですね、すごいね、でもやっぱり、あそうなん、 1g 違うんやな、いやいやどう厳しい十分ですよ、 1g しか違わない、全く一緒じゃないんやないやいやすごいことや、マクドの闇やないやいやそれで回らないよ今回サムネマクドの闇絶対怒られます絶対怒られますじゃあよろしいですか準備、はい大丈夫です、はい、じゃあ菅原の挑戦いきましょう、はい、せーの、ワンイート改めて、いやこれどうやち、えこれあれ、いやいや一口やんな、あれ少ない、全然いって全然やん、お前少ないこれ、いやモニターが半分以下やでそれえいやわからん、ね、その目に見えない、うん、あのあれはあるかもな、中は食ってる可能性はある、モニターが何グラム減らしたんでしたっけ、54グラム、それを超えれば暫定1位と、うん、はい、はい、じゃあ菅原置いてみてください、はい、ここもはい244、いやいやいや、ってことはということは 40g です、40g 減ったと、ね、はい、森田には14及ばなかったと、うん、ということですね、うん、ちょっと菅原これは不甲斐ない結果ちゃうか、うんうん、無視無視です